どちらのエリアにも侵攻が予想されます。エリア内に反応、ゴジラです。私たちはゴジラを止められるのでしょうか。ゴジラとて自然のルールに縛られているはずだ。わからないことがあるか。当エリアのジェネレーターには緊急停止機能が備わっています。再稼働までに国民へ負担をかけることが懸念されますが、これ以上ゴジラの成長を食い止めるためには仕方ありません。ジェネレーター緊急停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は300秒。 G-FORCE 挿入、緊急停止までの時間稼ぎお願いします。第一部隊、攻撃を開始してください。ゴジラがデータ収集ポイントに入りました。到達。データ収集班のポイントにゴジラが侵入した模様。第二部隊、攻撃を開始してください。収集ポイントからの映像に切り替え可能なようです。です。
ータ緊急停止シーケンス完了。間に合いました。緊急停止したジェネレーター地下に格納されます。当エリアでゴジラがこれ以上の G エナジーを入手することは不可能です。どちらのエリアにも進行が予想されます。ジェネレーター停止シーケンスに入ります。停止完了までにかかる時間は300秒。 G フォース増員、緊急停止までの時間稼ぎお願いします。第一部隊、攻撃を開始してください。目標を捕捉。収集ポイントからの映像に切り替え可能なようです。ジェネレーター一機破壊されました。攻撃を開始してください。トーチカ機能停止しました。トーチカ機能停止しました。投げられてしまうなんて。ゴジラの生体反応依然として健在。私はただ決められた通りに動いている。なぜだ、なぜうまくいかん。ゴジラの上陸予想地域を計算しています。